随分とご機嫌じゃねえか。スエドンを引きずり出せませんか。ああ、なるほど。さすがユウコッチ冴えてる。冴えてるっていうか、えげつない。やめておいた方がいい。もともと不安定だったあなたの反弁能体は、度重なるイーターとの接触によって急激に劣化しています。先ほどのユーゴ君へのコネクトジャンプで、あなたは深刻なダメージを負ったという。そんな。次は接触しただけでデータが晩化、崩壊し、消滅してしまうでしょう。それも計算のうちか。ちっ、これだから大人は信用できねえんだ。おい、やめとけ。無理すんな。だよね。君がここでいなくなっちゃったら、またトラウマイベント大発生ってなもんよ。そんなの、私たち今度こそ立ち直れないかも。っていうか、5人で帰るって約束したし。分かってますか、この野郎。そうですね、その通りです。5人で帰れなきゃミッションフェイルド。失敗とかそういうの私苦手なんで、嫌いなんで、本当に勘弁してください。どうよユーゴ、この女子力のかけらもねえノリついていけるか。ああ、ユーゴもノキアもみんな、なんていうか、なんだろう。わかる、わかるぜ、その戸惑う感じ。さすが親友、お前の神経がまともで、俺マジで泣けてくるほど嬉しいんだけど。これでようやく世界を再構築できる。歪んだものや醜いもの、悲しいものを消し去ることができる。で、どうする、あれ。スエドウが望む新しき世界、それも選択しうる未来の一つだ。彼は全ての世界を救うのだろう。彼の中にイグドラシルの存在と意志を感じる。彼ならばその力と共存し、デジタルワールドを超える全き世界を作り上げるだろう。多くの改変、彼の言う進化を世界に強要することで。しかして、想像とは往々にして核あるもの。私の役目としては、その結末を見守ることもできる。だが、君たちはどうだ？君たちはどうしたい？スエドを止めなくては。狂言者の作り上げた世界で生きるなんて、正直気持ち悪いです。やってやろうぜ。今の俺たちなら絶対にできる。そうそう、なんとかなるってね、オメガマン。だそうだ。では改めて問おう。君はどうする。ジャッジはなされた。人間の子らよ、己が意志に従え。絶対に諦めない。
止めることはできなかった。だが今なら仲間たちがいる。今ならお前を止められる。今だ、みんな。君たちの活躍に終止符を打ってあげましょう。
らほら。マーキーシュットワイブ。What?